あ、そうやん、バレンタインか。なんでチョコの話してんだろうと思ったわ、お前ら。浮かれてんのか？ 13 日だから。15日のお前たちのリアクションが見てみたいぐらいあるわ。13日はみんなウキウキする。で、みんな15日に反動ですごい破壊光線みたいなテンションでおるやろうが、15日に。え、でもあれよな、職場とかでも別にそうよね。バレンタインは、あ、関係ねえじゃん、お前ら。なんでワクワクしてんだ？学校も終わって働いてないのに、どこで女の子からチョコもらえるシチュエーションがあるんだよ。なんでワクワクしてんだ？ あ どうしてだ？ あ、母ちゃんだ。俺、実家にもいないからな。キンキラ ああ、嬉しい。やっぱ雑談じゃないと。やっぱ雑談じゃないとお前らから死ねって言われないんだから。はあ。これよね。この、タバコ吸いながら、お前らの殺すとか死ねとかを、つまみに吸うタバコが美味しいことを忘れとった俺は。そうだ。ええ。いや、ちょ、本当に嬉しい。やっぱ、お前らから来る数字の4が増えれば増えるほど愛されとう気がする。ごめんな。大好きだぜ、今日も。いいね、懐かしい。お前らの4が増えれば増えるほど、俺4のスタンプ作ろう、収益化したら。ああ、いいね。嬉しい。なんかお前らのおかげで俺ちょっと4が好きになりそうやもん。うん。死ぬぞ、バカか。いつか人は死ぬって。お前らが4を送ろうが送らんめえが人はいつか死ぬんだからそれでいいだろうが。4は縁起いい数字。そうなんや。数字って結局さ、おのおのが好きな数字が縁起いいんじゃないの？違うの？自分が好きな数字が縁起良さそうじゃない？おしゃべり反射。誰がおしゃべり反射やねん。